カール・マルティンは、ドイツの地質学者である。オランダで働き、大電地質学博物館の館長を務めた。古生物学や、創女学、東インド諸島の新生代の動物、特に軟体動物の研究で知られる。ドイツのイェバーで生まれた。ゲッティンゲン大学で学び、1874年に、博士号を得た。バイマルで教師を務め、 北ヨーロッパの氷河堆積物の研究を行った。オランダのライデンの自然史博物館を訪れた時、動物学者で館長のヘルマンシュレーゲルに会い、1877年にライデン大学の地質学の教授の席が設けられた時にその職を得、1922年までその職にあった。ライデン地質学博物館などに集められたオランダ植民地からの化石を研究し、 1880年からは、ライデ電地質学博物館の館長を務め、新規の購入や調査探検を行い収集品の拡充を図った。1884年に、アンティル諸島、1892年に、モルッカ諸島、1910年に、ジャワ島を調査した。1922年の退職後もオランダ領東、インド諸島の第三期総除の研究を続けた。 後継者には BGS 社がいる。ありがとうございます。